こんにちは、よりです。今日は大人気野球ゲームのシリーズ最新作パワープロ2020で氷堤学園のメンバーを作ってみたので紹介していこうと思います。そもそもパワープロとは何ぞやという方ももしかしたらいるかもしれないので簡単に説明しますと、登場する選手が全てデフォルメされた二頭身のキャラというのが特徴の野球ゲームです。見た目可愛い感じでありながら、その選手たちのモーション、野球の動きはリアルなところがまたいいところなんですね。スマホアプリ版もあって、そっちもめっちゃ売れてるらしいですね。まあ自分もやってるんですけど。で、このパワープロの人気モードのサクセスというので、自分だけの選手を育成することができるんですけど、これがまあ楽しいんですね。というわけで、今回はテニプリの氷堤テニス部がもし野球をすることになったらこんな感じになるんじゃないかっていう想像で、氷堤学園テニス部野球部というコンセプトで、滝くん含めた9人全員作ってみたので紹介していこうと思います。テニプリだけならちょっとわかる人、野球だけならちょっとわかる人の両方によくわかるように説明、紹介していきたいと思います。まあもちろん両方わかる人も楽しんでもらえると思うので見ていってください。サッカーとかね、テニスとかなら何も知らない状態で初めての観戦とかでもまあまあわかると思うんですけど、野球はそうじゃなくてルールが複雑でね、わからない人が見たら何が何やらみたいなところがあると思うんで、そこら辺も解消しつつ、紹介できたらなと思ってます。じゃあ行きましょう。氷堤テニス部野球部のチームを紹介していきたいと思います。まず1番セカンド、シシド亮ですね。まずなんでシシドが1番セカンドなのかというところなんですけど、1番っていう打順は足の速さが求められがちな打順なんですね。だから氷堤の中で最もスピードがあるだろうというシシドが1番です。そしてセカンドというポジションは広い守備範囲と打球を補給する確実性の高さみたいなのが求められるんで、シシドはレギュラーに返り咲くために大鳥との特訓で速い打球をキャッチする練習をしていたので、まあセカンド適役なんじゃないかなということで、シシドが1番セカンドですね。まあそして能力値ですね。最初の方なので見方を説明しますと、左の弾道とかミートとか書いてあるところ、これが基礎能力と呼ばれるもので、まあ1が悪くて100がいいみたいな感じで、まあ D が平均的かなっていうところを、まあ分かってもらえればいいかなと思います。弾道からパワーまでは攻撃の能力、で、走力は攻守両方の能力、で、肩から下補給までが守備の能力になってますね。で、右側の盗塁 B とかの単語が羅列してあるやつは、これは特殊能力っていうのを表していて、この基礎能力と特殊能力の掛け合わせみたいなところで選手の個性を出しているんですね。それがパワープロです。はい、じゃあ、シシドの能力はこんな感じなんじゃないかというのを話していきたいと思います。まずね、なんといってもスピード、走力ですね。そしてさっきも言った補給のうまさを際立たせてみました。大鳥の打球をキャッチできるんだから相当な、うまさだろうといったところで最高ランクの S に補給はしてみました。そして他の肩守備の守備能力ですね、ここもシシドのテニスでのディフェンス能力ならこれぐらいはあるだろうという想像で肩守備しつつみたいな感じですね。そして特殊能力はスピードの高さを活かせるように、打ってからの走り出しの速さが速くなる能力、内野安打丸で、バントされた時に対する走り出しの速さが速くなる能力、高速チャージをつけてみました。で、シシドのやっぱね、ガッツ根性を表したいというところで、まあ、粘り強いみたいな感じで粘り打ち、あとホーム死守、ヘッドスライディング、逆境丸っていうのをつけてみました。で、非常に男らしいという一面もあるので、特殊能力の名前に男が入っている、伝説のさよなら男、満塁男っていうのもつけてみました。まあ、そしてね、頑丈なイメージも、まあ、結構あるので、怪我しづらいという能力、怪我しにくさ B っていうのもつけてますね。あと、あれですね、どれぐらい積極的なプレイをするかっていうのも設定できるんですけど、バッティング、走塁、盗塁、守備、すべてに積極性を持たせてみましたね。はい。というのが、野球選手としてのシシドです。こんな感じで紹介していきたいと思います。ちなみに紹介しなかった能力の部分とかっていうのは、テニプリの 40.5 巻の能力グラフを参考にして決めたりとか、あとはなんとなくだったり、たまたまそういう風な能力になっちゃったものとかもまあ多少あります。はい、じゃあ次行きましょう。2番レフト、芥川二郎ということで、二郎は2番レフトですね。二郎はなんといってもやっぱりマジックボレーから見る技術の高さですよね。というわけで、打つのが上手いというイメージからミート、これをね、高くしてみました。本当に78っていうのは相当な高さなんですけど、2番打者っていうのは出塁した1番打者を進めたりすることとか、1番打者が出塁できなかった際に自分が出塁するという役割が求められるんで、巧みな技術でヒットを量産する
次郎を2番に置きました。かつては表定のナンバー2と呼ばれていたことも、まあ、2番にいる理由としてはいいかなと思います。レフトなのは正直消去法ですね。うん、ヒットを打つという能力以外は平均的な感じにしてあるんで、まあ空いてるところがレフトだったんで、まあジローレフトみたいな感じですね。で、能力的なところを言うと技術の高さから、まあヒット性の打球が出やすくなるアベレージヒッター、リストの柔らかさなどを生かして広い方向に打球をコントロールできることから広角打法、流し打ち、カット打ちっていうのをつけてます。あとは、藤君との試合ではね、足元に打ち込まれた打球を打ち返したことから低めに打つときに打撃能力が高くなるローボールヒッター、そして打ちにくいボールゾーンの球も打ち返せる悪球打ちっていうのもつけましたっていうのが次郎の紹介ですね。はい、じゃあ次、3番サード押したり勇士。いやー、勇士はもう次郎よりもさらに攻守両方でね、技術的な能力を高くしてみました。3番の役割とにかく打つということで、まあバッティングの上手い勇士を3番にしてみました。巧みな技術でヒットを量産するというところは、まあ次郎と似たような感じなんですけど、あとはこの辺の特殊能力をつけて、あとはクールな感じで自分を失わないみたいなところをね、調子安定とかで再現してみました。4番キャッチャー川島宗弘。4番は何と言ってもランナーを返して得点を生み出すのが役割で、強いパワーで長打を放つことも求められるんですね。だから標定で最も力のあるカバジが4番ですね。うん、キャッチャーにした理由っていうのは、キャッチャーはピッチャーの女房役って言われることもあって、ピッチャーを支えるっていうポジションなんですけど、そのピッチャーが後部だからですね。パワーと肩を強くしてパワーヒッターをつけて力強さを再現したのと、コピー能力とかでね、手塚とも前線できたことからエース級の相手と対峙すると能力が上がる対エース丸っていうのもつけてみました。あとはね、投手以外全ポジションこなせるっていうのも、まあ、見どころかなと思います。全体的に控えめな性格なので慎重なプレーをするようにしたのと、あとはチームプレー丸もつけてます。5番センター日吉若志。3番から5番まではね、クリーンアップっていう呼ばれる打線の中心なんですよね。うん、だから日吉はね、次期部長であるからにはここのどこかには入れたいなという思いで空いた5番に入れました。センターにした理由はね、一番後ろから虎視眈々と跡部の座を見つめるということでセンターです。野球の能力的な意味はあまりありません。突出した基礎能力はないんですけど、その分特殊能力でね、個性を出せてるんじゃないかなと思います。日吉といえば古武術を使った演武テニス、特殊なフォームで奇襲をかけるんですね。ということで意外性と攪乱っていうのをつけてますね。で、この広角法っていうのは、そのフォームでその方向にそんな打球打てんのっていう個性をね、表したつもりです。まあ、似た理由で悪球打ちもつけてみました。あとはね、青学戦で補欠でありながら試合に出たということで代打丸もつけました。そしてね、フォームがなんと日吉そっくりな変則フォームがあったんで、そこもぜひ見てほしいですね。はい、じゃあ次、6番ファースト大鳥長太郎。やっぱり大鳥はね、パワーがあるんで打力が高いだろうということで、まあ、6番にしてみました。で、ファーストにいる理由はですね、まあ、セカンドの宍戸さんに近いからそこに置いてあげた感じですね。で、力があるのでパワーと肩が強いみたいな能力ステータスになってますね。で、そしてなんといっても特殊能力、一球入魂。こんな言わずもがなな能力つけるしかないですよね。サーブ打つたびに一球入魂、一球入魂言ってるもんね。うん。この一球入魂をね、つけるのが超大変で超大変で、3、4回、まあ、何回かね、作り直しましたね。うん、これ評定の野手部門では一番作るの大変でしたっていう、まあ、余談は置いといて、でメンタル面にも課題があるということで、チャンスに弱いみたいな感じで、関係ないけど投手能力の飲みの心臓なんかもついちゃってます。まあ、炎上時戦で克服した可能性はまああるけどね、個性としてつけてみました。ちなみに基礎能力の1の位が全部4なのは宍戸さんの影響ですね。7番ショート向比嘉久斗。ショートっていうポジションはですね、広い守備範囲を生かしていろんな打球に追いつく必要があるポジションっていうのと、まあ、華やかなポジションっていうのがあるんで、まあ、機敏で身軽で、まあ、明るい向比嘉久斗くんを選んでみましたということで、パワー F 肩 E っていうちょっと非力な方ではあるものの、
日々高く飛びたがっている向井くんなので、打球の上がり具合を表す弾道は最高レベルの4にしてみました。まあ、弾道の数値が高いほど高く打ち上げることができるんですね。まあ、なのでホームラン狙いのスイングをしていれば、下手すれば向井くんでもホームランを打てちゃうというね。まあでもそこは高く飛びたがっているので、弾道4っていうのはまあお似合いなんじゃないかと思ってます。守備職人っていう能力なんですけど、これは打球に飛びついたりするのがね、上手くなる特殊能力なんで、アクロバティックなプレーが得意なガクト様には必須だなと思いました。調子極端っていうのもまあムカヒっぽくていいかなと思います。で、投手能力寸前っていうのは、勝利寸前で能力が落ちるっていう能力なんですけど、まあ、乾カイドウペアだったかなに、あと一歩のところから負けた時の経験からつけてますね。じゃあ日吉にもついててよかったような気もするな。まあいいや。あとは菊丸の名前を聞くだけですぐ怒るから短期もつけました。8番ライト滝萩之助、正直余ったところに入れました。試合描写もないからね。まあでもなんとなくそれっぽいしょそれっぽいしょ。そして9番ピッチャー跡部圭吾ですね。やっぱり跡部様がピッチャーでしょう。まあ、ピッチャーというポジションはもうまさに花形みたいな、野球の主役みたいなポジションなんで、まあ、跡部しかいないよねっていうところで跡部をピッチャーにしてますね。まあ、総合的な能力がとっても高いですね。作るの正直大変でしたね。特殊能力は走者釘付けっていうのが、走者の盗塁を許さない能力で、まあ、釘付けってところが名前がね、インサイト跡部キングダムって感じしますよね。まあ、だからつけたんですけど、まあ、その眼力から選球眼もつけたりしてますね。まあ、ムードを良くするということでムード丸もつけました。あと人気者ね。人気者。これもついてます。まあ、技術もスタミナも十分高いよっていうところを後ではね、表せているかなと思います。まあ、顔もね、なんとなくだけど似てるでしょう。似てるでしょう。パワープロで用意されているパーツだとこれが限界かなって感じですね。まあ、もしもっとうまく似せれる方がいたらちょっと教えてほしいんですけど。はい。以上がチームメンバーとポジションでした。ちなみにチームそのものも作れるんで作ってみたので、これもついでに見てほしいんですけど、ユニフォームは、まあ学校の色に合わせてこんな感じですね。で、本拠地はもうやっぱり東京にあるお金持ちのチームといったらもうやっぱり東京ドームでしょう。っていうことで、本拠地東京ドームですね。はい。というわけで以上が自分が作った氷堤学園テニス部野球部です。いかがでしたでしょうか。作るの楽しかったんですよこれ。ぜひね、今作成中の立海大附属中との試合もさせてみたいと思いますので、それも動画にできたらいいなと思います。というかやるつもりです。やりますやります。その際はまたご視聴いただければなと思います。ということで、この動画を良きと思っていただいた方、試合が見てみたいという方は、チャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。